シベリウス博物館は、フィンランドの作曲家、ジャン・シベリウスにちなんで名付けられた音楽博物館。南西スオミ県、トゥルクの歴史的中心地区に位置するトゥルク大聖堂に近い場所にある。フィンランドの音楽を専門とする唯一の博物館である。博物館には、世界中から集められた歴史的楽器が収蔵されており、文書保管庫には、楽譜、原稿、録音、 写真、コンサートプログラム等の文書が収められている。博物館の起こりはまず1920年代に設置された応募アカデミー大学音楽学部のセミナーであり、これが後に独立した学部へと発展する。現在、博物館の管理と資金提供は応募アカデミー財団が担っている。現在の建物は建築家のボルデマルベックマンの設計で、 1968年に完成し、同年のうちに開館を迎えている。正面の細部博物館は2つの常設展、楽器コレクションとシベリウスに関する展示から構成される。楽器コレクションは、館のコンサートホールである、シベリウスホールを囲むように配置され、下へ向かって2階へと続いている。シベリウスに関する展示は、チケット売り場から見える一番左側で行われている。 また、博物館では、主題別の展示も模様されている。2018年の展示は、シブ50と、博士へ送るカンタータ大学の式典音楽だった。シブ50は、ボールデマルベックマンの建築と博物館の建築50周年を祝うものだった。大学の式典音楽では、フィンランドの大学での授与式において演奏される音楽が取り上げられた。 博物館では館内コンサートを実施しており、中でも特筆されるのは1968年から開催されている館主催のコンサートシリーズである、水曜日のシリーズである。この他にも館では演奏会が開催されている。プログラムは出演者によって変わるが、多くの場合は、ジャズ、民謡、クラシックの室内楽に焦点を当てたものとなっている。 博物館が保管する文書は、応募ーーアカデミー大学音楽学部教授であった、オット・アンデションのコレクションまで遡る。文書類には、走行、写真、録音などフィンランドの音楽界を様々な方面から資料が集められている。また、文書類には特別な収集品がいくつか存在しており、シベリウスに関する広範な収蔵品、オット・アンデションによる収集保管品、 トゥルク音楽協会のアーカイブなどがそれにあたる。展示会や保管文書に加え、博物館には行動や講義室が備えられいる。応募アカデミー大学の学生合唱団、ブラーヘイエイクナルと、フローラ系ンにそれぞれちなんで名付けられたブラーへと、フローラと呼ばれる行動が一例である。シベリウスホールに置かれたグランドピアノシベリウス博物館の建設地にはもともと、 トゥルクロイヤルアカデミーの植物園があった。これはカール・フォン・リンネの弟子であったペール・カルムが1757年に開いたものである。彼は園内に北アメリカやロシアを旅して持ち帰った植物を植えていたが、1827年のトゥルク大化を逃れたのは唯一多くの木のみであった。この木は現在もアウラ川の岸と博物館の建屋の間に建っている。 大化の後、1831年に印刷業を営むクリスティアン・ルードビグ・イエルトが植物園跡地を買い取り、この区画に数軒の木造の家を建てた。1923年、エレンとマグヌス・ダールストレームが遺言により、植物園の土地を応募アカデミー大学へと寄付した。1930年代には、植物園を元の状態に復元しようという試みが行われ、 ユストス・モンテルが、自らのコレクションを、カルムの時代から残る多くの木の隣に植えようとした。彼が1954年にこの世を去って、試みは途絶えたが、これによって、そは荒廃して、イエルトが建てた家も取り壊されることになった。外壁を近くから眺めるオット・アンデションが、創設間もない応募アカデミー大学の音楽学。 民謡学部の教授職に任用された1926年には、歴史的音楽博物館にふさわしい基礎は出来上がっていた。選手のロベルト・マットソンが寄付した資金により、教授職を設けることと、コレクションとセミナーのための備品購入費をまかなうことができた。また、ロベルトの息子のクルトも、世界中から収集した楽器をアンデションへ無償で提供していた。しかし、 コレクションが当初意図していたのは可能な限り規模の大きな増書を備える音楽学部のセミナーを作り上げることだった。1949年以前には博物館には正式な名前がなく単に応募アカデミー大学の歴史的音楽コレクションとして知られていた。1940年代の後半に作曲家のジャンシベリウスに関する展覧会が開催され、学府から書簡 走行に至るまで様々な品物が展示された。一部の報道陣が展覧会をシベリウス博物館と誤って呼んだことにより、アンデションと大学の学長であった G.O. ローセンクビスとの間で論争が生じる。展示会に関するこれ以上の混乱を避けるべく、アンデションはシベリウスに手紙をしたため公式に彼の名前を使用したいと正式な許可を願い出た。 シュベリウスは1949年1月16日付の書簡にて次のような言葉で応じている。応募アカデミーの学校の歴史的音楽コレクションがシュベリウス博物館という名前を関することにつき多大な喜びを持って同意いたします。我が人生と我が芸術に対してあなたがいつも示してくださる親しみのこもった関心に心査いたしております。ここから 特別なものを追ってきて、そうして、応募アカデミー大学は、現在最大のコレクションを用しているのです。ですので、これを、お受けすることは誇りであり喜びです。寺院、シベリウス海面後、博物館は、建物内に初めて定位置を割り振られた。現在レストランハス・リンドマンとして営業している、場所である。ピースパンカット15の区画にあった。 シベリウス博物館は7つの部屋を使用し、コレクションや管理部門の居室としていた。また、アンデションが1950年代にアメリカへ渡って集めるなどしたことで、新規の収蔵品も増加していた。この建物で年単位の運営を続けるのは長すぎて、難しいことがわかり、博物館専用の建物の建設が望まれるようになった。 1950年代の終わりに差し掛かり、トゥルク氏と応募アカデミー大学の間で、ジャン・シベリウスとバイノ・アールトネムの合同博物館を建設する計画について、数回の議論が交わされた。構想では、カルムの時代からの植物園の場所を、博物館の本拠地と使用する案が押し出された。しかしながら、合同計画は頓挫して、シベリウス博物館の建設計画のみが進められる。 ことになった。こうした状況にもかかわらず、トゥルク氏は引き続き計画に予算をつけていた。1960年代に入って建築家のボルデマル、ベックマンが応募アカデミー大学の博物館用建屋の設計を任されることになる。彼の初めの計画では、大学の合唱活動のために独立の胸を立てることになっていた。案の最終化の前、 1963年と1966年に調査が実施され、その結果に基づいて、別の棟を建てる案は捨てて、主となる建物のみに専念することになった。1966年の秋に最終案が完成して、翌年の着工となった。建屋は1968年2月に落成し、同年のうちに使用が開始された。中庭の様子建物は、 ブルータリズムのコンクリート建築の特筆すべき例となっている。一方で、ベックマンのそれまでの建築は、応募アカデミー大学図書館の増築部に最も顕著であるように、より古典的な現代的様式をとっていた。外壁は組み立てられたコンクリートの面に材木による、片枠の木目が見えるようになっていることで名高い。内装ではとりわけ大きな局面を描く。 放物線上の骨組みに特徴があり、同時代のメキシコの建築家、フェリックス・キャンデラから影響を受けていると言われる。建物の中央は中庭となっており、かつては著名なフィンランドの造園家である前、ディズ・ローゼンブルイヤーが設計した庭となっていたが、現在では廃止されている。ありがとうございます。